オッケー、はい、上向いてみて。すごい、パーフェクト。ありがとうございます。以上でございます。ありがとうございました。よかった。大事にね、健やかに生きてくださいね。こけないようにこけないようにね。なんでこけたの？なんか見てなかったの？そうなんです。ね、僕見てなくて。自分のせいだね。これはしょうがないね。はい。体がポカポカする。ポカポカしてるね。はい。すいません、ラスボスの登場ですね。はい、この前見てもらったんですよ。あ、そうですね、はい、はい、なんか見覚えがあるなと思って、はい、あ、わかった、トラックの運転手さん。そうです。え、身内の方なんですね。全部身内です。あ、そうでしたか。親子で。あ、親子さん。バレリーナの。バレリーナの、あーどう、バレリーナじゃなかった、もしかして。そうです。あ、ちょっと、まあ、じゃあ、あ、バレリーナってことで、はい、すいません。はい、どんな感じですか。自分、右が調子悪かったんですよ、はい。で、今は左がものすごく調子悪くて。なあ、だって、4月でしたっけ。そうです。で、左、あ、右が良くなったんですね。はい、右はもう全然腰もいいんですよ。ただ左と膝と、はい、膝がもうちょっともう踏ん張りが効かないような状態で。あ、わかりました。どうも肩ですね。はい、どうやって肩がもうこの状態、もうこの状態で痛い。しびれは、しびれっていうか、もうここ前の方が痛いですね。わかりました、大丈夫です。前の方が痛いですね。わかりました、大丈夫です。じゃあ向こう向いていただいて、ちょっとね、問題この辺あったけどね、問題ない。はい、お辞儀してみて。そうそう、うん、ちょっと痛そう。はい、ちょっと痛いです。どこ？この辺が、これが痛い。と、ここ膝、中が痛いです。膝の、え、膝の中？いや、ここの中ね、はい、わかりました。はい、後ろ反るのは、後ろ反るとあ、全以前よりも全然曲がりますね、うんうん、はい、OK。 痛みはちょっとある？はい、こうして、こう痛い？いや、これ大丈夫です。反対は、こうして、こう、あ、もう大丈夫です。大丈夫ですね、はい、はい、じゃあ前がないから万歳。あー、上げが悪いよね。はい、はい、どっかおかしい、もうおかしいです。ここがおかしいね、はい、OK、はい、戻して、上を向いて。あー、これ問題ない？これ問題ない。オッケー、はい、あおむけでお願いします。な、長原さん。そうです。うん、一つ言い忘れとったんですけど、はい、この前も してもらう前に言わないかと思ってたんですけど、これ労災で。あらあらあら、足首。はい。折れましたね、これ。折れて、はい、ちょっとこれ。はい、うん。でも、プレートを入れとったんですよ。ああ。で、それ言うと忘れとって、はい、こっちが調子悪いんですよね。今回はね。はい、あ、今回はこっち。今回こっちね、はい。こっちはもう大丈夫。大丈夫ですけど、やっぱここのところが張りますね。張りますね。このプレートで動かないからね。わ、はい、かりました。え、じゃあ、トラックから飛び降りて。いや、加工車に挟まれたんですよ。うわ、でもこの状態になって、でくるぶしが、取れてから話聞くだけで気持ち悪くなってくるぶしが取れた、はい、このくらいになっとったんですよ。でずっとその日朝こう挟まれて、はい、ここ挟まれて、あー、すごいすごい、うん、で挟まれた状態で、うんうんうん、その一日仕事したんですよ。ちょっと待って、骨折してくるぶし取れたまま仕事したの。そうです。すごいね、すごい、はあ、でその状態で病院行ったらもう手術ができんって言われて、はい、腫れがひどくて。で、どうしたんですか。で、もう1週間そのまま放置で、うわで、それから手術やったですね、腫れがひどくて。大変でしたね。休ませてくれんかったですもんね、会社も、はあ、熊本の男強いですね。はあ、すごいな。うん、これちょっとやっぱりズレが出てきますよね。これね、こっちの方が長いかなね、はい、それで、はい、これ痛い？あ、痛いです。こっちは？あ、そっちも痛いです、ね、あ、こっちも痛いね、はい、こっち、あ、こっちよりこっちの方が痛いね、そっちが痛いです、はい、で、こっちはこんな感じ。あ、こっち硬いな、硬い、はい、ね、はい、両膝曲げて、はい、お尻を浮かす。これは問題なし、問題なし、はい、戻して、よいしょ。これは
まあ問題ないです。だいぶ前回より全然いいですね。全然いいですよ、ね、あ、これ硬い、はい、めっちゃ硬いです。はい、膝曲げて、はい、こっち倒して、どう、あ、大丈夫、はい、硬いよね。硬いです、はい、うん、もうこの時点で痛いです、ね、もうでもほらこっちついてるけど、こっちめっちゃ打てるもんね、はい、こっちが痛い、痛いです、うん、こっからこう、あ、なんか痛いです、こっち、はい、オッケー、わかりました、楽にしてください。はい、息を吸って、はい、吐いて、倒して、あ、いいねいいね、肩息がほらめっちゃいいじゃない、はい、ね、オッケー、うつ伏せいきましょう、はい、息を吸って、はい、吐いて、はい、仰向け、ほいぼぞー、立った方が分かりますね、はい、立ってみて、こう、こう、バック、バック、はい、こうしたときビリってしますね、あ、まだある、はい、どこ、ここですね、あ、これ、はい、あ、これね、あ、これね、ここなんですよ、これを、はい、これでやって、ああ、だいぶいいですね、だからこっちを使いすぎてんだよね、自然と、うん、なんか運転中とか、はい、なんかこうやって回してる、そうそうそう、左が多いでしょ、左手ばっかしですね、ね、はい、これ頑張りすぎちゃってんだよね、いやー、これをいたわってください、ね、いつもありがとうねってね、それが ここに来るんですか、そう、めっちゃ来ますよ、はあ、いつもありがとうね、ああね、ああ、はい、だからもう本当自分のね、はい、筋肉にねありがとうねっていう気持ちで仕事しないと、あのこう使いすぎてると思うんですよ、こうね、運転でこう、まあ、癖ですからね、もう左こうやってからバッグの中身取るときに、はいはい、もう こんな状態なんですよ、あ、外車なんですね、左ハンドル、いやいや、あのトラック運転手って、ここに寝台があるんですよね。あ、で、ここにバッグとか伝票とかを置くときに、はい、こうやって物を取るときがものすごく痛いですよ。もう大丈夫ですよ。もう、こんなんだって何したんかいなって思う、はい。だから、ここをいつも広げるような、ね、これをこうやって使いすぎてるんですよ。だから、運転中とかで、これハンドル使ってね、なんかこれ、はい、こういうところをこうぐーっと押し付けながら、こう、皮膚を伸ばすっていうかね、いただくと、はい、これがもう二度と戻ってきませんから、はい、やってください、はい、わかりました、以上でございます、ありがとうございます、これを、はい、すいません、どうですか、あ、ちょっと、じゃあ、あの、お母さんも大丈夫ね、大丈夫、体操してね、はい、ね、よかった、よかった、会えてよかった、ありがとうございました、よかったね、すいません、はい、今通りじゃあ、うん、痛みの薬は飲んでいいですか、え、飲みたいの、いや、飲まなくていい、飲まなくていい、それは自分で書かなきゃいけないけど、あ、ね、どうでしょう、意見は、よかったね、痛くないのに薬飲まなくていい、うん、あ、うん、だそうです、うん、はい、あ、
もうこれが一番びっくりした。ああ、よかった。はい。さ、またコロが突き寄ったんですよ。これがです。すごいね。これがもう、これができなかったから。うん。もうできるからね。失敗しないで。嬉しい。よかった。ありがとうございます。はい、長原さんもね、はい、もう無理なく、ね、はい、健やかにお願いします。お兄さんもお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お疲れ様でございました。はい。あ、じゃあ終わりました。はい、ありがとうございます。